私が春子さんたちあなたのお写真を撮ってまいりました。本当に大変な証言をいただいて、1980年代に入って玉砕は軍の命令であるということが指定され、命令は座間味村役場の助役宮里清舟によるものだと覆されていきました。そして戦後60年目の夏、座間味島の元船隊長と渡嘉敷島の元船隊長の遺族が、軍名は出していないと作家の大江健三郎氏と岩波書店を相手取り、裁判を起こしました。さらに2007年、文部科学省は教科書検定において軍名削除の修正意見をつける事態にまで発展しました。姉がですね、あの豪のところに突然夜来て、お父さんのところに向かって、お父さん軍の命令だからいっそに死にましょうねと言って水さかしたんですよ。これを私の目の前で、この水さかも私がちゃんとお椀に水を誘い入れて飲んで飲ましたんですから、これはっきり軍の命令ですかと、姉がまた、あの長男と次女じゃ長女と都夫と3名抱いてね、こんなに大きくなったのに自分の手で、あの自分の手でと言って、怖いでしょうけど、お父さんも一緒だからもう一緒にあの世に行こうねと大体泣いたんですよね。だからこの話も したら自分が胸いっぱいになりますから、もうこの話も別に話はしなくて収めていたんですけどね。春子さん、ちょっと聞いていいですか。ちょっと皆さんの前で公開インタビューをさせていただきます。私はこれはもう今から4年前に全部収録しているインタビューなんですけれども、まだ2部が完成していません。で、今日の1部だけではまだ思いの丈を語っていないし、それが封印されたまんまでは胸が張らされないですね。実は裁判の判決文の一番核心になる部分はですね、3月25日夜10時宮城初江、それから宮里清舟、それから収入役の誰それ、学校長の玉木校長たち5人は梅沢隊長のもとを訪れ、住民を玉砕させますから弾薬をくださいと申し入れに来ました。これが判決文の骨格になってます。じゃあ3月25日の夜10時聞きますね。10時頃に初江さんたちはその本部号に梅沢隊長に会いに行ったというふうに彼女も書いてるし、裁判にもそれがちゃんとした判決文になってるんだけど、夜10時頃初江さん、あっちなんか漢方が来たのが7時8時頃から漢方でしたからね、一緒に初江さんが今言う住江さんがね、一緒にセビツタの号に行って、初江さん一緒にずっと一緒です。あれからはじゃあずっと夕方から初江さんの号、はい、にしていた。そしたら、そしたら10時に初江さんがその清舟さんたちと一緒に梅沢隊長のもとに行って、住民玉砕させるから弾薬くださいというふうに言えるわけかしら。ないですよ。でその時初江さんどこにいました。一緒でしたから、一緒に、はい、一緒に大和馬の号に、大和馬の号に一緒に行って、あっちなんか協力しますかということで行きましたからね。ずっと一緒ですよ。宮里清舟以下、その宮城女子青年団団長宮城晴美たち、村の指導者5人は梅沢隊長に
玉砕させるから弾薬をくださいと言ったという申し入れ、これは母の残したものにもちゃんと記載されています。しかしですね、この鶴子さんの証言によれば、それは全くありえない話ですね。彼女はその時に大和町整備集団の方に一緒にいたんです。5人一緒でした、はい、でさらに判決文には宮里清春が住民を玉砕させますから申し出に来たということもちゃんと認められているんですね。向こうね、2、3、8、5、6、7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 、
ゃあついでだから非常に重要な証言なのでちょっとここでいいです。聞こえるから。10時頃ですか。そう。10時頃10時前に撮ってましたよね。ちょっとこう見てもう11時半になるから中高院に集まりましょうと言ってその時に医師が出ていたんでて10時とその間はいませんよ。郷にいるんだろうね。会うにもいないんですよ。肝心のあのヒーローも宮里清秀さんもその時間10時にはですね自分たちの郷に来てるんですね。今軍から玉砕命令が出たと、うん、それを言いに来てるんです。春子さんのもう一人の妹さん、時子さん。夕方のね、時間ははっきり覚えていませんがね、多分、日が当たったんですよ、3時か4時ごろ。で、兄さんがそっくりと来ましてね、みんなここに今いるんだけど、今日夕方、今日夜の12時には玉砕するから、兄さんが全部呼んで来いというの命令だから、みんな行こうと、父がそうしましょうってみんな準備してすぐ出ましたよ。つまりですね、はい、もうすでに、鶴子さんや春子さんの証言の前に3時か4時頃に清秀の下の妹は時子さんのところにやってきてるんですね。そして今晩12時には玉砕することになっているからみんな家族は一緒に玉砕する、すぐザナミの家族の避難してる子にみんな来いと、これは清秀に兄さんからの伝言だって言いに来てるんです。それで時子さんたちが一緒に入るんですね。春子さんたちが向こうに着いた時間が起こりませんかね。多分10時頃ですよ。9時半か10時頃その時に兄さんがさっと来て話したんです。9時半か10時頃に9時半ぐらいに聞きました。今聞きましたね、皆さん自分の耳で。確かにですね、9時半か10時頃に清秀さんは時子さんや春子さんや両親の避難している郷にやってきて今軍から玉砕命令が出たと、いよいよ米軍が上陸してくるからと、その伝言を聞いているんです。そうすると夜10時に清秀たち5人がですねわざわざ梅沢隊長に会いに行って住民玉砕させるから弾薬くださいという申し入れをする必要も理由もありますかしらね。どう思われます？そんな時間はないですよ絶対に。これが遺族の証言です。